こんにちは。こんにちは。やってまいりました。なんかで、あるある、あるある、人差し指より中指の方が長い人、ちんちん大きい。あ、そうなんだ。ちっちゃいことがすごくバレしました。いや、ハロウィンじゃないですか、もうすぐ。ハロウィンです。で、ハロウィンコント。はい。撮ろうかなと思って。いいじゃないですか、季節もは。なんだけど、はい、なんか時間止まるらしいのね。え？ハロウィンコント中に。時間が止まんの？うん。だから、助走しとこうかなと思って。うん。僕ら。はい。で、ハロウィンコント中に時間が止まったら、都築はエロいことしてくるのかな？ああ、どうなんだろう。まあでも、ロマンではあるからな、やっぱ。時間止まるから、うん、ちょっとそれをちょっと見ていこうかなっていう。あ、いいね。うん。検証企画でしてくると思います。いや、してくるでしょ、あいつは。あ、本当？絶対してくる。俺らだけ？俺は。伏見住吉少年の2人。ああ、いい人。カツラが用意できないんで、うん、髪の長い2人を。あ、いいね。用意しております。女性に見えなくもないからね、後ろから見たら。で、ちょっとこう、かきたてるというか。はい。時間が止まる前に、うん、七尾ポーズいいですか？ああ、もちろんやらせていただけるのであれば。いくいける今。うん、こういうことで、これね、七尾ポーズ。もっと足が長ければ。これはしてくるだろう。これはもう後ろからぶっ刺さり歌う。で、あとチャチャがナース服のミニスカートみたいな。M 字開脚とか。ああ、インディーオブジョイというの。うん、ちょっとかきたてる感じで。いいね。これ検証です。検証ね。うん、あくまで。してこなかったら、まあもう信頼できますよね。確かに、ね。うん、紳士的なやつだということで、うん、まあこれならもう仕事ちゃんと続けていけるわ。うん。どういう意味？いろいろあったから。うん。いろいろ。まあ、意味はね、たくさんあります。この辺には。そうです。うん。じゃあ、行こうかな。はい。行く前に、じゃあ、あれ、自分がどうするか言わない菅田将暉やっていいですか？あ、もちろん、もちろんです。一生そばにいて。いるからじゃないですか。自分がどうするか言わない。混乱するタイプ。ちょっと誇らしくない。それでは、ちょっと楽しんでいきましょう。ハロウィンコントだと思って。はい。合コン楽しみだね。本当はどんな人が来るのだろうか。あ、すいません、遅くなりました。ごめんなさい。あ、すごいですね、皆さん。どうしたんですか、その子。今日渋谷でハロウィンで、そのまま来ました。あ、コスプレのまま。すごい。まあ、兄さんも素敵な骸骨風ですね。いや、俺骸骨のコスプレしてないですよ。そうですか。私服で、ちょっと細くて似てるかもしれない。一旦自己紹介しましょう。あ、まあそうですね。じゃあ、お兄さんから。あ、ヒロトです。趣味はファッションです。よろしくお願いします。確かにおしゃれですもんね。うん、シャレ神戸ですね。いや、外国じゃないですか。いや、いいです。外国です。私行きます。クミです。あ、お箸落としちゃいました。大丈夫ですか？大丈夫ですか。あ、いや、七尾ポーズ。七尾ポーズで披露。いいですよ。ドキドキしないで。やるならやってください。七尾ポーズするならしてください。どうにもなってないんで。いや、そのドキドキしたりとか、お箸拾うだけですよね。別にこう足クロスさせないと、ただその姿勢の悪い前屈の状態なんで、これ膝も曲がった状態のまんま箸を拾うだけですよね。すごいな、箸を拾うだけで。箸を拾うことがきっかけで時間が止まる世界の話だ。箸を落としただけなのに、彼女は箸を落としただけなのにみたいなラブベですか。箸を落としたら時間が止まってしまった件についてみたいな。長いですね。ちょっとここちょっと長く持たせ、辛いでしょ。ちょどんどん誰ですか、そのチャイナドレスの腰が上がってきてますね。その姿勢が辛いから、そのどんどん腰の位置が上がってきちゃってますよ。もう多分この低い位置でキープするのがあれだから、あなただけですよね、多分。本当にこのポーズキープできるの。何やってるんですか。拾い上げてくんないと。
ちょっとここで止まられても全然何にも旨味ないですよ。3人、4人して3人して、あなたもですね、足クロスできてない。何やってんの？何しようこれ。俺なんだっけ、きっかけ、次のきっかけって。もう次全然あの皆さん の, あの趣味とかね、何さんあれでしたけど、趣味サイクリングの話とか全然伺いますんで戻ってください。え、なんだこれ、物が何が鳥がこれ、なんか俺ミスってこの俺がミスってる感じすまない。これなんか何かがうまくいってないからすまない。その買って何やってるごめんごめん、大丈夫ですか？あ、いや、よかったです。気をつけてください。お茶目な子なのかな。お名前もう一度いいですか？クミさん、趣味はありますか？マグチェリコーデです。あ、自転車、サイクリングも好きなんですか？いや、ちょっと地域の安全を。地域の安全、あ、そう、どういう、どの辺の？まあ、まあ、変なことすると逮捕しちゃうぞ。いや、いいっすわ、格好に引っ張られた。よろしくお願いします。いや、素の性格わかんないで、コスプレに引っ張られた発言されちゃうと。あ、私、サイカです。お願いします。あ、よろしくお願いしま す。じゃあ、まあ、サイカさんはなんか、お好きな異性のタイプとかあるんですか？なんか、あったかく包んでくれる人が好きです。あ、包容力がある人みたいなね。肉まんみたいに。肉まん、肉まん。あとなんか中身が熱い人もかっこいいなって思います。熱い男かっこいいじゃないですか。小籠包ばりに。やめてください、その中華の例え。逆になんか一途じゃない人は嫌だなって。逆に嫌だな。順で嫌ですけどね、そういう人。なんか男ホイホイコロコロホイコーロー系男子みたいな。中華の例えやめましょう、うん、そのコスプレに引っ張られる必要ないんで、素の性格を知りたいんですよ。ちょっと席替えしましょう。もうちょっとまだお名前もわかんない方は、しましょう。いやいや、じゃあ席替えしましょうか。これ大丈夫ですか？あインディーオブジョイトイインディーオブジョイトイのちょグロいです。グロツちょっとグロツちょっとこの世界で時間停止するにはさすがにグロいというか、気に入ってますね。ナナオポーズ気に入ってます。もうちょっとそのバリエーション今誰に向けて、誰に向けてアピール、ちょっとこの世界のトーンが黒すぎるというか、その時間停止ものにしてはちょっともうちょっと時間選んでほしい。停止するタイミング選びたいですね。スクロールでちょっとここで止まられると、ちょっと停止の時間停止のタイミング、そうですね、皆さんで決めるんだったら選んでもらわないと。ここで止まっちゃうともう映せないでしょ。映せないっていうかは、なんで倒れた結果隠すか、普通倒れてその普通はキャーって隠すのに、なんで店に隠す方に、癖ですか、癖なら仕方ないですけど。あなたの補助は何、あなたのそのこのポーズへの補助は何なんですか。なんでサポートしてあげてるのかわかんないし、別にね、この君は君でも何でもないし、別に。あ、大丈夫。あ、いや、大丈夫ですか。気をつけてくださいよ。ぶつかって。あ、じゃあ。あ、私、ナナって言います。ナナさん。はい。ナナさんだ。よろしくお願いします。あ、すごい、ちょっとだけ気がした。ナナさんは何されてるんですか？あの、薬を渡したり、あの注射打ったりとかしてます。あ、まあそうか、その格好どう、まあ、そうか、ややこしいけど、なるほど。どの辺でやられてるんですか？路地裏です。路地裏の病院。あ、麻薬の密売です。怖っ。え、人生、席替えします。はい。いやちょっとせっかく名前覚えたばっかなのにな。誰か分かんない。あ、大丈夫ですか？何ですかこの中途半端な押し付けは。いやいや、もうやるならやるで、こうガッとか、あとはガッとか、なんか中途半端な目の前に。いや、俺逃げれますよ、こうやって。俺別の誰かがここで止まるとかしてくんないと、俺これの振りたいのはこっち逃げますよ、別に。
自ら俺この位置でキープしないっすよ。なんでその表情できるんですか、ちょっと恥ずかしい感じだと。自分なんでちょっとだけ恥じらいの顔は。大丈夫ですか、気をつけて。大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、ね、いや、一緒、気をつけないと。福君も気をつけていただかないと。何やってんの。はあ、エロくない。いや、エロくないですよ、別に。何やってんの。全然良くないよ、それはそうです。いや、マジか、エロくない。いや、キャスティング考えてくんないと、その、まだもうちょいこうさ、ちゃんと、ちょ、まあ、本当に女性があんなことし始めて、僕がちょっとどうする、みたいなのは、まあ、意味わかるけど、エロくないよ、それは。合コン中に、時間が停止したら、続きはえらいことするのかなと思って。なんだろう、検証とも言えない。ドッキリですらない。いやいや、ドッキリ時間が止まるな。止まったら男の夢です ね、 そうね、時間停止。いやいやいや、まあそのこっちも用意してたんですよ。ああ、俺が手出しちゃったら、あー止めて続けろいいってことね。止まってたでしょ、だって。え、止まってたでしょ、完全に。いや、まあ時間は止まってた、完全に。あいつらも止まってたでしょ。あいつら止まってた、確かに思ったんで。あいつら止まってた。あれ、まだ、あ、でもまばたきした。あ、すっごいまばたきする。必死、すっごいできる。いや、これするか。え、するか、やることしないって。俺そのノーマルの石井とかノーマルのバンジー、ノーマルのバンジー時間通ってるチャンスだと思わない。俺伺ってないから、常にバンに好きないからと思いながら生きてないから。あ、いやいやいや、それが思う。いや、時間静止はもちろんロマンだけど。大丈夫ね、エロいともうこの業界にいられないですよ、うん、そうですね、エロいだけで。いや、エロくないんで僕、時間とエロいと危ないですよ。エロいと危ない。いや、大人だからエロくないです、手出さない、時間止まったら。安心できる。大丈夫。あ、そういうね、確かにこう証明になったというか。でもマジで止まってるから、マジ大丈夫だよ、そのな。はい、そうですね、ギリギリで。わからん、何されてる。いやいやいや、ちょっと、そう、わかんない、マジで止まってるから。いや、ちょっと、でも俺その、いや、やる気が起きないけどさ。いや、ちょっとあれ気になっちゃったでしょ、その途中で時間が動き出しちゃったらどうしよう。ああ、それでか。それ大丈夫。結構止まります。だからちょっと勇気出してみない。いや、俺そんな別に新しいって言ってたって、ガチじゃないこの。いや、エロい目で見てたでしょ、ずっと。いや、エロい、すごい。俺言ったら席替えする。席替えします。席替えしてみる。席替えしたよ。あー、席替え。じゃあどこ座ったらいいですか、僕。あー、あー、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、黒すぎる。いや、俺も当分そのドキドキしなくなっちゃうって。時間止まってるな、完全に。でも時間止まってんだな。いやいや、お前がドキドキしてるよ、7ポーズ。めっちゃ来てるぞ、めっちゃ。いやいや、めっちゃ。いや、時間止まっててここだけ動くとかないでしょ。時間止まってる、時間止まってる。あ、時間止まってる、ダメダメ。あ、でも見てない。気をつけてくださいよ。時間停止しちゃう側、止まっちゃう側ですけど、今回はね。はい、はい、欲求を抑えて、うん、欲求抑えて生きていきましょう。はい、ないですけど、そんな欲求。抑えるっていうか、そもそも芽生えてないですけど、はい、理性保ってください。はい、はい、